内藤成幸から1926年2月20日は、幕末の伊予松山藩の武士、明治期の管理、明治、大正期の廃人。陽名、スケ臣、元服して、死、かつ、後祖公。廃合の、名説は、何事も成幸に任すの、当て字という。伊予松山藩の上級武士、内藤ふさゆきと八重の長男として、藩の江戸中屋敷に生まれた。 八歳の時から父に関石を教わり、また草草子樹を好み、寄せや義太夫も知った。なお、同時期に小遣いとして出資していた原田佐之助と会っており、遊んでもらったこともあった。1855年に中屋敷在中に安政の大地震で被災するも、なる雪を含め屋敷内関係者全員が無事だった。1857年、 父の転勤で一家の故郷松山に移り、反抗民教で官で漢学を学び、また、剣術も習ったが、部よりは、文に優れた。翌年、房さの心が、京都の留守居役となり、一家が8ヶ月だけ京都に住んだ時期にも、若党に芝居、寄せ、義太夫へ連れられた。その後も長く芝居好きだった。1863年、元服して、死活を名乗り、 幹部の卵として、民教官に寄宿し、大原武士門に監視を学んだ。1864年藩主の死士、松平定明の故障となり、翌年の第二次長州聖罰に従った。1867年、隠居した前藩主、松平勝成の側付けとなった。地下をめとった。明治になった。1867年、明治られて、 京都の水本安太郎の塾に学び、翌年、水本の転勤に従って、東京の昌平坂学問所へ入寮した。1869年、松山に戻り、翌年から検証参事として、民教官の学則改革に携わった。1872年、学区取締となり、小学校、中学校の拡充に努めて、県令、岩村隆都氏に認められた。 1877年には、広島、岡山、山口、島根の連合教育会の議長に推された。1880年、文部省へ転じ、累進して1886年、初期官、往復課長となった。旧藩市旧省家の諮問院に加わり、時は会期宿舎監督を引き受けた。東京に学ぶ松山の指定の寮である。1890年、 三時間兼普通学無局勤務となって、翌年退官し、寄宿者監督を続けた。寄宿生の、正岡式、竹村高等、その弟の川藤壁後等、井沖き評定、勝田和枝に、監視の添削をしてやった。1892年、21歳年下の、ホトトギスを、俳句の詩とした。式の紹介で、伊藤翔浦の五千句会、C の友に加わった。 配布は人柄そのままに転端、遮脱だった。面接の号のほか、南包、波章、狼狽教も用いた。1893年、九章家から旧藩寺席取り調べを嘱託された。1897年、高浜巨子が東京で続刊したホトトギスのトークを選び、狼狽挙雑は他を掲載し、また、万長法、読売新聞、 中外商業新報、日本人、日本及び日本人、太陽などの俳句戦者を輪番的に務めた。知られていなかった、良さ武村の苦衆を探し合い、臨行して、ホトトギスに掲載。上司されたのが武村苦衆講義である。博覧な人物だが、やはり資料を揃えて、臨行に臨もうとしたところ、月並みなことは止めておきましょうと式に言われてぶらで、講義に臨んだ。 このため道長について褒められると、若干の後悔も残ったとされる。1907年に社官を辞めた後も、寮の世話役でいた。愛媛県教育協会の名誉会員を務め、また、師団会の中心にもなった。1917年、給料制の発議による寿しぶみ、元日や一景の天使富士の山が、松山市道後公園に立ち、その除幕式に招かれた。 そのことの前に、東京では祝賀の縁納が催され、自然孤児のしてを、高浜巨子が、脇を、川頭壁後頭が舞った。1925年、六幕縁を病み、軽い脳一血で合傷し、翌年、麻布郊外町の自宅で没した。天津院、名設祖皇孤児。個人が1919 19年に、青山霊園に設けた墓所へ、葬られた。 我輩は猫であるに登場する名亭のおじの、牧山のモデルと言われる。ありがとうございます。